ちょっとこのサブタが1万ぐらいで様子見ようか。さあどうなる。よし、レベル20。ちょっと他のとこ行ってみようかな。なんか全然行ってないからな。何があるんだろう。シャボテン、ジャボテン園とシュラの霊殿、ちょっと行ってみよう。シュラの霊殿ってなんだ。お、神秘の石板3個使うんだ。まあいいわ。まあ皆さんは多分ね、もう知っておられると思いますが、初見です。来たな。あ、ガーランドだ。先回りとは、あんたも暇だな。お前が道を踏み外さないように、おもりをしてやらんとな。異端なんて呼ばれる割に、面倒見がいい。ガーランドすごい。生意気なやつだ。悪くないぞ。グラフィック綺麗。お前には見どころがある。この修練の霊殿で鍛えれば、もっと上へ行ける。さあ、まず修行をしろ。修行の場なんだ。ご親切にどうも。鬱陶しいなら聞き流せ。ここで修行できる時間は限られている。そうなんだ。時間を無駄にしないことだ。お、シュラの霊殿では戦闘の通常より多くの経験値を入手でき、そうなんだ、カードの成長に役立つサボテンダーが出現すると。技術のエリア、シード、緑サボテンダー、修行のエリア、経験値、銀サボテンダー、黄金のエリア、ギル、金サボテンダー。あ、そうなんだ、経験値がもらえるんだ。うわ、めっちゃなんかゴミゴミしてる。ゴミゴミというか、サボテンダー付いてる。うわ、ここやっていくのか。まあ、とりあえずでも、冒険者の霊殿、初心者の霊殿。初心者の霊殿行くしかないんだろうな。あ、そうか。で、ここで、サボテンダーを入手して、レベルを上げていくっていうことだな。多分強くないと見た。そんなに強くないと見た。やっぱり、一撃でこそ倒せないものの、そんなに強くはない。おお、目標的出現。お、メタルサボテンダーだ。手加減なし。いい度胸。頑張れ。めっちゃ喜んでる。よし、余裕っすか。余裕っす。オッケー。これでメタル君を取ったから、経験値だったよな。だから経験値をちょっと今合成してみようか。で、これで修行の聖堂に行けると。一回ちょっと行ってみて、どれぐらいの強さか見てから合成してみよう。なんか敵がしょぼいな。死ぬっていうことはなさそう。俺は俺の現実を生きる。繰り返しただけだよ。繰り返しただけという。で、ここでずっと修行していくと。で、金は何だったっけ、経験値だっけ。あ、
残りボーナスリージョン決まってるんだ。よし、ちょっと金のところまでたどり着こう。これはもったいないことになりそう。さあ、なんだかんだで金のところまでたどり着いたが、これで攻める。どうだ。さあ、どうだろうか。取ったぞ。強敵出現。お、金のサブセンが来た。こいつがめっちゃ強かったな。シャレならんけど。お、大丈夫そう。オッケー。お前の分まで生きてる。よし、順位が上がった。ニューカード、これは換金用の素材と。 OK、 じゃあちょっと金もいったので、金と銀しかなかったよな。あ、違うわ、これもあったわ。え、経験値ギル、あとなんだっけ。あー、忘れた。なんかあったよな。テレポでちょっと戻って、あ、技か。そうだそうだ、ちょっと一個取っておこうか。せっかくだから全部いって試そう。多分今までの流れからすると大丈夫だと思うんだけどな。めっちゃ歩くやん。ボーナスリージョンまであと20分。まあほんまは20分フルにやったらいいんだろうけど、まあ時間がかかる。ちょっと触りだけ。チーム版でね、自分みたいにこのゲーム始めた人って何人ぐらいいるんだろうな。ほとんどスチームしかやってこなかった自分にとっては、こんなスマホのゲームはとても新鮮なんだが、もうスマホでやり尽くした、このゲームやり尽くしてる人からすれば、この動画どう映ってるんだろうか。きっと歯がゆい思いをしていらっしゃるに違いない。ただ本当その中でコメント欄でいろいろ教えてくださる人がいるのは本当にありがたい。感謝してもしきれないぐらいだ。よし、あ、そういえばね、スチームコントローラーまだ届かないんですよ。もう購入して1週間ぐらい経ってるんですが、まあ10日から2週間ぐらいかかるっていうことだったので、まあ気長に待ちますが、と言ったらもうできると。で、アビリティカード、アビリティカードだろうな。合成カードどこだ。合成するカード、これか。で、これでサボテンダー、経験値サボテンダーは黄色だったよな、多分、確かな。経験値サボテンダー、どれだ。素材じゃないのかな。素材じゃないのか。え、ひょっとして倉庫にあるとか。ん、倉庫に素材がない。え、どうなってんのこれ。手に入れたサボテンダーとかのカードどこに行ってるんだ。え、合成オート成長、売却であの金のサボテンダーとか売れないのかな。あ、ひょっとしてオート成長でセットしてるから、こいつらをセットしてるから、ドアビリティ名のカードを合成素材にする、そういうことかな。これをセットしてるから勝手にこいつらが食っていってるってことなのかな。いや、そんなことないな。素材カードやな。あ、
素材カードあるじゃん。え、ちょっと待って、これ例えば素材カードを選んで、素材カードどれだ、あー分からん、ちょっと待ってよ、落ち着こう。カードジョブカード、スキルカード、スキルカード関係ないな。あれ、素材カード、カード倉庫、アビリティカード、デッキ編成、マルチプレイデッキ編成、これは関係ないな。デッキ編成で、ソルジャーファースト、うん、これはなってるし、これは剣で、まあ、正宗でもいいんだけど、まあこれです。するとで、これがオートアビリティか、まあ、これはこれでいいと。で、アビリティか、うん、うん、うん。で、これどうすればいいんだろう。クラスチェンジ関係ない、やっぱり合成かな、合成クラウド素材選択、だから攻撃系のやつを合成するんだ。あ、でもあれだな、ないな。え、サボテンダーってどうやって出てくるんだろう。倉庫、あ、ここにあった、あった。で、経験値が入るのは、うわ、めっちゃ入るじゃん。何これ。これはクラウド。うわ、めっちゃ入る。何これ。1万、3万3333?5万?5万?5万?1万。お、ちょっと待てよ。これ分かったぞ。ということは、この、レベル19、レベル30までか。よし。じゃあ、食べさそう、一回。OK。これで予想とかないのかな？予想、ヒットポイント。どれだけ上がるか的な。ちょっとなんかもったいない気がするな。ちょっと待てよ。リセット。そうだな。ちょっとこのサブタが1万ぐらいで余裕。様子見ようか。さあ、どうなる？よし、レベル20。あ、そんなプラスにならない。ということは、どんどんやっていいかもしれないな。これはどんどんやっていいかもしれない。よし、やろう。3以上のレアカードが、え、大丈夫なんだろうな。これがちょっと怖いわ。これ、大丈夫なんだろうな。これ、情報どうやって見るんだ。情報。ちょっと待てよ、情報見よう。ん？情報、シャボテンダーから収蔵した球根です。5へのクラスチェンジ必要な進化素材です。あ、やべえやべえ、これダメだ。進化素材って書いてあるから違うな。シャボテンバルブ違うわ。これ食べさせたら多分ダメだな。よし、素材選択、じゃあ情報、じゃあこっちだな。これはメタルサボテンダーはブースト素材、合成すれば多くな、これだな、これが正解だ。23、これでどうだ、15万。よし、合成、これでだいぶいくんじゃないか。いけ、お、レベル29、あと8476。よし、これは最大にできる予感がする。8000、あと8000、これだ、これでいいはず。よし、
え、これ大丈夫だよな。よし、お、クラウドがレベル上がったぞ。で、これでまあとりあえずいいとして、クラスチェンジとかできちゃう、ひょっとしてクラウド、クラウドクラスチェンジとかできちゃう。クラウド、クラウドはここにはないのか。これか。クラスチェンジするカードを選んでください。ないのかな、クラウドにクラスチェンジないのかな。限界突破レベル、リバイバルチケット88を消費してアビリティカードのレベルキャップを限界突破しますか。99枚あるけど、やった方がいいのかな。まあレベル上がったからいいか、とりあえずわからないからな。よし、こういう感じで上げていこうか。デッキ編成で、あ、これを上げないといけないな。ウィル・オー・ウィスプ、ウィル・オー・ウィスプを上げよう。で、経験値かけやつ、これがメタルサボテンダーは、あ、経験値だな、これでいいんだよな。2345、お、めっちゃすげえ。これなんだ、巨大なサボテンダー、ウォークの経験値、すげえ、いろんなサボテンダーがいるんだな。111,111 ってすごいな。これもすごいな。まあいいわ、とりあえずこれで合成 OK。 レベル17か、意外といかなかったな。感じかな。で、あと売却か、売却しよう。売却、あれ、シャボテンダーがない。そう、売却で美味しいやつは金色だったな。あ、これだ、なるほど、確かに美味しい、なるほど、こうやってやっていくと、なるほどな、うんうん、はい、こんな感じで。他に何があるのかな。あと曜日ダンジョン、シャボテン御苑、そしてリング・オブ・ブレイブ、あ、マルチプレイか。で、1章のハードもあるし、2章と。こんなもんか。で、ミッドガルか。カオスの、カオスの廃屈ってなんだ？え、プレディ、あ、これが曜日リージョン。チャレンジ。ここにも行っておきたいな。ミッドガルがあって。じゃあ次、ここに行きますわ。ここ。カオスの魔屈、悪しき混沌が渦巻く七、真の強者でなければここが墓場となる。強敵に何度も挑めるエンドコンテンツです。経験値などのバトル報酬は入手、え、そうなんだじゃあここはもう最終ボスみたいな感じ。真の強者でなければここが墓場となる。怖えな。まあでも物は試し行ってみようか。はい、というわけでまあこんな感じでスマホと並行して進みつつやっていきたいと思います。はい、復刻開催。はい、ではそういうわけでまた、動画を、ご覧いただければよろしく思います。ご視聴ありがとうございました。ゆうらでした。バイバイ。